アレクシス・カウフマンはアメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州コロンバス出身。WWE にアレクサ・ブリスのリングネームで所属。2013年5月に WWE とディベロップメント契約を交わし、7月24日に NXT へ初登場。初代 NXT 女子王座に君臨したページを祝福した。8月にアレクサ・ブリスのリングネームで 選手登録されるが、11月20日の NXT では、無名のリングアナウンサーとして登場した。2014年5月8日にプロレスデビュー。空位となっていた NXT 女子王座を決定するトーナメント戦に出場し、初戦のアリシア・フォックス戦には勝利するも準決勝で、シャーロットに敗れた。二千十五年五月二十日の NXT テイクオーバー、アンストッパブルにて、 NXT タグチーム王者であるブレイクマーフィーの防衛戦に介入し、勝利に貢献、以降はそのマネージャーとして帯同する。2016年7月19日の WWE ドラフトでスマックダウンライブの所属となる。12月4日の PPVTLC2016 にて、初代スマックダウン女子王者ベッキー・リンチをテーブルマッチにて破り、王座大感に成功した。 2017年2月12日の PPV、イルミネーションチャンバー2017にてナオミに敗れて、陥落するがナオミはその試合中に負傷し王座を、返上、2月21日に、ベッキー・リンチとの王座戦を制して王座に返り咲いた。4月、ドラフトにより、RAW へ移籍。17日の4つと萌え戦を制して、RAW 女子王座挑戦権を獲得し、PPV、 ペイバック2017にテペーリーを破って、王座大官を果たした。8月20日の PPV、サマースラム2017で、サーシャバンクスに一旦奪われるが、翌週28日の RAW でのリベンジマッチを制して、ベルトを取り戻した。2018年には、レッスルマニア34でナヤジャックスに敗れ、王座から陥落したが、マネーインザ・バンクジョシラダーマッチで勝利し、 老女子王座戦の最中に乱入。即日キャッシュインを行い、王者のジャックスを下し3度目の王座返り先を果たした。8月のサマースラムでは、ラウジーとの防衛戦に臨んだが、ラウジーに圧倒され、王座から陥落した。2019年、呂所属ながら、ワイルドカードでスマックダウンに登場して、モーメントオブブリスにスマックダウン王者のベイリーをゲストとして呼ぶ。しかし、 ゲストに喋らせずに自慢話を始めて小競り合いとなり、ストンピンググラウンドで、スマックダウン女子王座に挑戦するも失敗。続くエクストリームルールズでは、ニッキークロスを加えた、ハンディキャップマッチで挑戦するも、王座をダッシュできなかった。2020年4月4日、レッスルマニア36にてニッキー特美、歌舞伎ウォリアーズが保持する WWE、女子タッグチーム王座に挑戦し勝利。 二度目の体感を果たす。7月19日、ホラーショーエクストリームルールズでのブラウン・ストローマンと、ブレイ・ワイアットの沼地戦で、ストローマンを罠に誘い込むためのトラップ映像として、アレクサの映像が使用された。スマックダウン女子王座ダッシュに失敗したニッキークロスを、慰めようとして、逆に放っておいてほしいと突き飛ばされ、リングに一人取り残されると、照明がダウンして、ワイアットが現れ、 マンディブルクロウで襲撃される。以降、悪霊に寄り憑かれるようになり、9月10日の挑戦者、決定4米戦で、タミーナ、レイシー・エヴァンス、ニッキー・クロスと対戦。試合中盤で親友であるニッキーに、シスター・アビゲールを見舞った。翌週、9月17日のニッキー対、レイシー・エヴァンスの対戦では、放送席でゲスト解説した。 試合後に敗戦したレーシーに噛みつかれると、疲れたような表情で立ち上り、今度はレーシーに、シスター・アビゲールを見舞った。ケビン・オーエンズの故障以降は、ワイアットと共に行動するようになり、RAW 遺跡後、アンドラデアンドゼリーナにワイアットと共に現れ、シスター・アビゲールを浴びせたり、ファイアフライファンハウスに、アレクサが登場するようになる。チョークホールド STORAW 女子王座。 スマックダウン女子王座、ありがとうございます。